オッケー、じゃあ続きいこうか。チュートリアル終了のところからです。よし、ダイダラです。なかなか筋がいいな、見どころがありそうだぜ。お前ならこのライセンスを与えても問題ないだろう。さあ、スナック C 級ライセンス。で、スナックを連れて行けるお供スナック一体です。イェイ。フェアリポンで人やモンスターを撮影するとスナック登録ができるよ。スナック登録は仲間になるってことだ。自分で取るもんだからサービスでくれてやるぜ。やったぜ。あら！何これ？君かわいいね。俺、スナックは2個ぐらい持ってるかな。ね。また今度なんかタッチするやつ、ね。で、またやるわ。できるようになったらね。シルフィー。スナック登録した人やモンスターは、お供として連れていける。オッケー！他にもポケットスナックとして登録が可能だ。ポケットスナックが開催中、一定時間だけ呼び出せる。まあ、ヘルプ見とけよって、オッケー。笑っとんねんお前。さあ、次の特訓ではスナックと共に戦ってもらう。おう！イエスサー！ねえ。あれはチャップじゃん。何してんの、みんないるじゃん。なんで私たちがこんな目合うの？姫のためだ。仕方ない。姫。チャップさんは姫に惚れてるでごわす。あの姫はね、悪女くせえぞ。でもおう、やば。シンデレラ隊長、どうしたんですか？俺は新人冒険者の特訓をしてたところだ。生意気になかったね。俺はチャップ、君は？俺はダイダラだ。よろしく。お前主人公じゃねえからな、覚えとけよ。俺だからな、主人公は。それでお前たちは何してんだ？メローラ姫からクエストの途中。ほう。お前たちは大事なクエストの途中に、のんびりおしゃべり楽しんでたわけだな。いやいや、そういうわけじゃ。出た。バカ者がー。ブタコかわいいよね、俺すげえ好き。なんかアニメとノリがマジ一緒なんだけど。いいか、寄り道などせず、さっさと行ってこい。さあ。じゃねー。まったく。お前まだ気抜いてんじゃねえぞ。うっす。こっから先、神殿への道はまだまだ続く。一生街へ戻るから準備ができ次第出発だ。はいっす。たとえ死んでもゾンビになって、特訓は続けるからな。覚悟しとけよ。さあ、よしさ。シンデレラって結構人気らしいよね。ねえ。はい、ヘルプが追加されました。ヘルプまた読んどくわ、今度。はい。さあ、次です。お、なに？トレンド情報。またトレンド？これ何これ？自販機？今日のトレンドはこれ。ブランド、神秘、カラー、ゴールド。あ、これね。着こなしはエレガント。さあ、ちょっと自販機かな？これ見てみましょうか。お。いらないかな、自販機は。ね。よいしょ。カルボナーラさんの店ってどこ？ここ？あれ？開いてないこれ。メローカードがあれば。100カルボナーラポイントゲットだぜ。見ときはキノピオ。よいしょ。入れる？わ、入れた。おーっす、カルボナーラさん。お、どっか男女行くのか。武器揃えてきた。どうだ？見てください。何これ？ F ってある。俺が雑魚だから F ランクしか買えないってこと。さあ、バトルアックスなどなどなど、ボウ、スピア、槍とかあるんだ、槍。ねえ。パカラチタンナイフ。でも高いね。7000円する。これ。俺1000円しか持ってないんだけど、これみんな。何も買えねえ。金をくれ。うまいよな。弓もいいけど、剣もいいよな。まだやっぱあれだよね。いろいろと、ねえ、街見て回ったりとかできるけど、結局は金がねえんだよ、俺。おいや手紙出すのが楽しみでのー。ね。これ何これ。あー、ここか。宿屋さんね。どれこれお前。古い宿が空きしかなかったんで来てみたら、おばちゃんの温かさがなんか心地よくてね。田舎のお袋思い出すわ。さて、ちょっと、ね、街どこ行けばいいかわかんないから、もうクエスト行くか。さあ、ストーリークエストを進めていきたいと思います。さあ、今日は2つ目ですね。邪悪神殿を目指す。ね、こちらへ行っていきたいと思います。目玉報酬はボウ。え、弓矢もらえんの？え、ちょっと前回俺スピアもらった俺。ちょっと待って、確認してみようぜ。ね、持ち物。ジャラホルダー。はい。さあ、ジャラで、あれ、槍もらってないよな、俺。悲しい。ね。目玉報酬って書いてたけど、もらえるとは限らないのかな、結局のところ。ね。はい。じゃあ、また行きましょうか。チュートリアルクエスト2つ目ですかね。シンデレラのクエスト。出発、進行。行ってきます。頑張るぞいうおーっていうね。あ、ここのムービーいつも一緒なんだ。クエスト、出発。頑張りましょう。結構、あれなんで、マップ、こんな狭いんだね、結構。さあ、クエストスタートでいきましょうか。よし、砂漠を抜ければ、ベビー天ぷら神殿だ。あっす。お供スナック連れてるからな。はい。なにこれ。敵入ってた。おら、おら、おら、くらえや。よし。で、まあ、敵倒しながら行きましょう。ただ、JP がね、やっぱあんまないので、気をつけながら行きたいなと思います。おらー一撃じゃい。あ、こいつ、どっちもやっつけた。やべえ、俺超強いかもしれん。ね。落ちろ。くらえー！よし。敵が出る、こっからどんどん来たらちょっとめんどくせえんだよな、ほんと。ラミヤも普通の通常攻撃でやっつけよう。よし。無駄な空振りとかしなかったら普通にね、サクサクいけそうだね、これだったら。錆びついたコール。よし。マップにね、あ、ちょっとごめん、ちっちゃいかもしんないんだけど、ちょっと大きくしようか。ね、なんか落ちてるって場所がね、だいぶわかりやすく書いてんのよ。ね。なので、マップ見ながら行きましょう。一目で見てるかって。見てます。うわ、ちょっと待って、こいつ強そう。おら！あ、でも結構いけるいける。勝てる勝てる勝てる。勝てる。よし。おらおらえ、回復したこいつ。待って待って。あ、違うか。別のやつか。こいつ。よし。盾も使いながらね、戦いましょう。ちょっと待って、敵がめっちゃ復活するのやめてほしい。おらさあ、キメラ一撃必殺。78ギガンゲット。敵がめっちゃいるんだよな、ほんと。よし。あ、オッケー。レベルもう3になった。早っ。早っ、最強俺。よし。斧に使えます。さあ、宝箱ある。何これ。普通のブロンズ。お宝を見てみましょうって。あれ、マヨネがいるの？なんでマヨネが俺に言ってるの？ほら。オッケー。この程度の敵だったら一撃だよね、ほんと。これな、これ。おら何も入ってない。ここにまだ敵おるて。キメラ。うおらくらえやもう一発、くらえやって。これ、待って、やっぱすげえいいかもしれん、斧。回転切りよし。ね。さあ、JP ちょっと突きかけてる。うおーっと、油断するなよーって。くらえジャラブレイクゲージ溜まってるかまだ溜まってない。必殺技お見舞いしろ。溜まってない。溜まったいくぜジャラブレイクカブトブレイク超強えスコーピオンとかザコだわ。おしさて、何ここ邪悪な気が溢れてるぜって。マジかよ。さあ、突撃しましょう。え入れない。入った。毒食らってるからちょっとやべえ。回復使おうか、やばくなったら。さあ、来たうわー弱神殿、ヘビー天ぷら。めっちゃ毒食らってねえけど、壊そうか、これ。えい。なにこれあ、これワープするあれだ埋まってる石、ワーポイント起動。よし、あれクリアなのこれ。よーし、クリアだ。ね。ちょろいっすね、なかなか。チュートリアル、ここまでだと。シンデレラ隊長も来てくんねえの？メドゥーサはお前自身の力で倒すんだ。わかった。頑張るわ。頑張るわ。これ友達はできんのかないずれ。ね。まあ、とりあえず、ストーリーをガツッと進めてね、やれるとこまでやっちゃいましょうか。よし、今回レベルも上がったし、いいことずくめだよね。やっぱレベル上がったら JP のね、最大値も増えてんのかなかなりね、楽ちんだよ。さて、報酬ラインナップ、なんかボーってあるので。で、じゃんけん対決、早送りしましょう。さあ、サクッと勝っちゃいましょうか、じゃんけん。俺強いから、じゃんけん。はい、あいこ。あいこ続くね。あいこでしょう。はい、勝ち。いくぜ。はい、これ敵っぽい。負けたーん、つらいやるー。マヨネに負けたんだけど。さあ、マヨネどれ選ぶの？うわ、やっぱ一番右選ぶよね。わかるわ。さあ、次、俺でーす。まあ、これかなー。おまけパワー。ノーマルピアス。もらっときましょう。よし、ありがとう。じゃあ、あと、オッケーっす。ピアスを装備するのかな、俺が。ね。ちょっとセーブ後でしとくね。はい。あら、どうしたみんな。あれ？誰だろう、死んでた隊長まで。なんで神殿に？え？君もメロナ姫にお願いされたってこと？え？君もって？あ、チャップも受けてんの？俺たちもメロナ姫に頼まれてパープライ取りに来たんだよ。取れた？もう、もしかして。あのバカ女、誰かで構わず頼んでいるよね。パープライ手に入れたか？おいどんたちはメドゥーサに石化されそうになって、逃げてきました。大きさも違いすぎるし、勝てっこないわい。怒られるぞ。歌子かわいい。てめえら！メドゥーサごときに負けてのことこ逃げ帰ってんじゃねえぞ。お前らの根性をまとめて俺が叩き直してくれるわ。全員一緒場所までついてこい。はい。とりあえず、これでチュートリアルは完全に鬼なのかな。メドゥーサ俺勝てんの？さて、チャップたち。お前たちはなぜ負けたか理解できてんだろうな。強すぎました。バカだね。ボスが強いことは、100年前は、100万年前から決まってる常識だ。お前たちが負けた理由は簡単だ。心に負けるかもしれないという弱さがあったからだ。レベルじゃないですか、実は。メドゥーサ討伐には大だらに行ってもらう。マジで無理無理。負けちゃう。俺たちは行かせるが、一緒に行くの一人だけ。なんで仕方ないの。ゲームシステム的にゲストは一人じゃ。メタ発言やめて。チャップ、誰連れてく？前に連れてく。前に可愛いし。メドゥーサ討伐向かう前に、素材合成して装備品作るシステムを忘れてはいかんぞ。システムとか言うな。装備クラフト。持ち物メニューの右下からできるぞって。へえ、そんなんあるんだ。持ち物クラフト。ねえ、クラフトできます。装備クラフトが。カタログを入手すればどんどん装備作れる装備が増えていくぞってこと。何だい？このカタログ間違って2冊買ったからあげるよ。うわぁ、チャップいいやつだな。ノーブランド、基本の型。ブロンズもくれた。シワシワコットン。あ、大体持ってるね、この辺りは。しょぼい素材だけど、たしなるね。服屋とかで買えるから行ってみたらって。じゃあ、街の人のクエストもやっといた方がいいぞ。特にショート終盤で受けられるようにクエストは、すごいからの。困ってることを助けて有力な情報を得るのはゲームや RPG の約束じゃ。だからゲームとか言わないんだけど、すげえゴブさん。ねえ、ゲーム発言するぞ、こいつ。覚えとけよ。はい。なんかいろいろクエスト発生でーす。どんどんなんかいろいろ、ランダムダンジョンからいろいろと出ましたね。どうしよう。チャップついてきてよ。俺と行こうよ。ね。まあ、多分チャップついてくよ。ついてくやつ決めたか？はい、じゃあとりあえず街の中のクエストなどなどいろんなことやってみましょうか。ね、井戸入れないのかな？入れないね。ワンちゃん。ワンワン。キャオーン、かわいい。そういえば、ゲットしたね、やつちょっといろいろ見てみましょうか。ファッション、アクセサリー。ね、このノーマルのアクセサリーとかが、さっきゲットしたやつだね、これ。おー、バイキン耐性アップ、麻痺耐性アップが、こっち。レアドロップ確率小っていうのがあるよね。頭何も持ってないんだ、俺。ね、体。体なんかいい装備持ってたら早く欲しいよね、ほんと。まあでも、装備クラフトがあるんだよね、確か。新米の帽子、木綿の帽子。あ、帽子作れるんだ、これ。どうしようかな。これ、能力値とかあるの？これ。ね。ちょっと作ってみようか、これ。コットン3ポイントいるんや、これ。じゃあ、シワシワコットン3つ。で、ラバーが、うわ、ちょっと待って、これ待って、みんな。すっごいもったいない。ザラザララバー。で、グリーン燃料。で、作れるのかなあ、待って、俺持ってないんだ、なんか一個。儚げの羽ってアイテムがない。あら。じゃ、ちょっとこれ、羽ゲットしたら作ろう。残念。作れんかったな。まあ、どんどんクエストやったりとかしてね、稼いでいこうか。さあ、ここで、クエストがどっかで受けられるとか、ないのかなクエスト。街で話しかけてクエスト受注するのかなそれとも、全然違うのかなあ、これクエストだ。あ、あるじゃん。どうしたのあんたトレジャラーか元気いいな、俺。木材をキーマ砂漠に落としまった。大丈夫か、お前。やっと見つけた木材なら拾ってきてくれ。しゃあねえな、引き受けてやるよ。おお、かたじけねえ。で、砂漠に着いた砂ライダーで連絡するぜ。はい、じゃあ材料生きてますよっていうクエストです。じゃあこれやっちゃうか、今から。材料生きてるっていうし。はい、これかな。収集クエスト材料は生きてますよ。目玉商品ピコピコハンマー。でもこれなんかボートがゲットできへんかったけど。ようわからんな、これ。あ、これ最後のあれか。ガチャガチャで出るかもしれないってやつなんだ、これもしかしたら。あ、そういうやつなのかな。はい、じゃあとりあえずここ行ってみましょう。クエストレベル4。え、大丈夫？ちょっと待って。メデューサのクエストレベル9やねんけど。勝てる気せん。勝てる気せんぞ。はい。あ、ちょっと待って、これ仲間ってどうなってんだ？クエスト出発したいんだけど、仲間ってどうやって設定するんだろう？わかんねえ。聞いてくるか。チャップー、一緒に来てよ。わかんない？怖いでごわす。わしと一緒に行くという選択肢はないようだな。私カウントに入れないでね。ね前で来てくんないの？ねえ、どうやって連れて行くかわかんないわ。結局、メデューサの討伐にしか来てくんねえのかな、もしかしたら。うん、そうかもしんない。はい。じゃあ、今から、以上、クエスト出発しましょう。行ってきます。GO！ ね、2人旅だよ、これ、辛い。GO！さあ、今回行くのはレベル4のクエストですので、ちょっと強いかもしれない。大丈夫かな？うん。まあ、レベル上がるだろうし、ガンガン殴りながら行きましょう。おう、木材を3つ落としたんだぜ。よし。こいつ誰や、お前おら2発でやっつけれる。ちょろすぎる。よし。やっつけといて、みんな。おーっと、あ、なるほどね、アイテム。おらなるべく倒した方がいいよね、敵。この感じ。痛い。ちょっと、でも隙がでかい、この、やっぱ。この武器。片手剣でいくか。敵これ。違った。よし。敵は全部やっつけたい。お、こっちおいで。あ、なんか、ターゲットされた。来てないよね。じゃあ、いいか。無視しよう。はい、おっと、敵おるで。迷う鎧。ね、お前は。あ、良質な木材ゲットした。こいつクソ硬えわ。あかん。よいしょ。うわって、超食らったんだけど、ダメージ今。おらでクソ強え、こいつ。迷う鎧。これ、勝つのか。相当きつそうだね。おーヒールドリンクノーブランド。ね。宝箱によってもなんかレアなものが出たりとか、レアじゃないのが出たりとか、いろいろあるのかな。さあ、ゲットし。さあ、迷う鎧が強えぞ。よし。87キラン。おらくらえやこの技が結構効く。通常攻撃は効かねえけど、X ボタンの回転切りがね、相当効くわ。よし。さあ、そして、ゲット !2 つ目。JP もっと早く回復してほしい。さあ、最後の1個もうここですね。クエスト、これ取った瞬間クエスト達成なのかな？結構簡単だったよ。すべて集まったな。でも砂だらけだよな。えい。じゃあ、オアシスに行って洗ってきてくれね。わがままやな。あ、来た来た来た、レベルアップ。4。あ、トレンド来た。なんでやめてくれ。トレンドだ。いて。うれ。あ、JP 使い切っちゃった。白ごけ。ちょっと JP 回復はどうしたらいいんだろう。待つね。少し。ぼーっとしとこう。はい、回復した。じゃあ行くよ。トレンドくらえや。うら。痛い。結構効く。回転切り。まだいける。もう一発。回転切り。よーし、最強技。超強いわ、これ。ヒーヒーカレーゲット。ね、これ。おお、白ごけゲット。って、木材壊れてる？木材壊れてきた？ごめん。いいこと思いついたぞ。どうしたの？まあ、とりあえずひとまず帰っていいよ。ご苦労さんってオッケー。帰るか、とりあえず。でも帰る前にここになんかアイテムあったんだよ。ほら。レッドリーフゲット。落ちてるもん拾うとこだな。はい。じゃあ帰りまーす。ちょろいっすね。うん。まあ、レベル4になったし、アイテムも結構ゲットできたし、いいクエストだったね。また自販機やんの？俺、ここになんかゲットできんだっけ？ね。とりあえずお金もたくさんゲット。あんまゲットできてない。これ、お金マジたまんねえな。7000円欲しいんだけど、あ、来た！ピコピコハンマー、ピコピコハンマーある！じゃんけん勝つぞ、絶対勝つぞ、絶対勝つぞ！じゃんけんぽい！俺、じゃんけんキング、じゃんけん。ポン！負けた！ああ！嘘！これもう残らんかもしれん、目玉商品。3番目や。頼む。選ばんといてくれ。メローラ姫は目玉商品持ってった。チャップやめろ。目玉商品持ってくれよ。うわ、持ってったもん、あいつ。覚えとけ、マジで。うわー。最悪や。ピコピコハンマー欲しかったのに。こんなことないわ。はい。こんなモンスターね。さあ、とりあえず、クエスト報告しましょうか。何したかわかんない。木材無駄にしたんだよな。おるやん、そこに。壊すつもりなかったっち。何でもするから許してくれっち。ん？じゃあ、お前たちの体でな。トレンド解体するって最悪やな、お前ら。ひどい。助かった、かたじけない思わぬ展開になったかな。すごくいい木材が手に入った。たまに動くけど。かわいそう。トレンドたちのおかげでいい家が建てられそうだわ。動くけどな。いや、動く家には、住みたくないな。なあ。はい。とりあえず、今のでクエスト達成です。まあ、もうちょっとね、レベル上げなきゃいけないので、街にクエストあると思いますので、次回もクエストをやっていきましょう。まあ、ワンチャンね、次でメデューサ倒せたらいいなと思ってますので、ね、サクサクいっていきたいと思います。ね、スナックのようにね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。